はい、パーマの法則がまず1、パーマは適当にかけるっていうのがポイントです。なぜ適当にかけるかっていうのは、パーマって綺麗にかけた方が綺麗にかかんないっていう実は定義があって、綺麗にかけるとどうなのかっていう と、みんな一生懸命コーミングして、テンションかけて巻いていくんですが、全くそのパーマの外側の毛と、例えばこれを巻くとした時に内輪と外輪っていうのがあるんですが、この内輪と外輪に、まあ、クリープしてこう丸化していくんですけれども、どうしてもその、内輪の方が縮こまってしまうんですね。これをきれいにコーミングして巻いてしまうと、そういうことが起きるんです。そうすると、カールが変わると髪の毛に対してすごいストレスがかかるんですね。なので、一番ストレスをかかんない方法の方がふんわりかけれるので、コーミングを過度にしてしまうよりも、こういうアラバみたいのでかけていった方がいいです。その方が内輪が内輪の長さで、外輪が外輪の直径でかかるようになるので、より柔らかいカールっていうのが、クリップなしでもかかるようになってきます。基本コーミングは1回ぐらいで手でこうちょっとですね、こう遊ばせながらかけていきます。はい、この時に、少しこうやって振ります。これなんで振ってるかというと、内輪と外輪が正しい位置になるように、通常でテンションかけて巻いていくと、どうしても、外側が窮屈になってしまうんですね。で、中が余ってしまうとパーマかけた時に綺麗なかかりになりません。なので、正しい位置に収まるように、こういう風に振ってあげるといいですね。そうするとスピードがまず速くなるので、2時間でカットパーマ、あとインナーカラーとか多分普通難しいんですよね。基本的になかなかできないんですけど、そういうのも普通に楽になってくるんで、パーマかけるときは、2枚ペーパーにしないで1枚でもう巻いていくようにしますね。水が通らなくなっちゃうので、ここはダミーの高さを出すとこですね。全体でやるとなんかウェーブがくせ毛っぽくなりすぎちゃうので、ここはなんとなく上からかかってる風に見せる用のダミーになります。毛先よりの中間、そうすれば錯覚で上からかかってるように見えながら、収まりのいいパーマが作れるので、前髪はつけたくないんで、ツイストバンドですね、1,2,3,4,5 のツイスト、1個飛ばしがけです。はい、これですね。で、この状態でアールピニングしていきます。はい、アールピニングですね。全体的にアールピニングしていきます。ここですね。これアールピニングも動画を見ていただければあるので、過去の動画をちょっと遡っていただければわかるかなと思いますっていう感じなんですが、多分もう、ちょっと形上ピン刺してるんですけど、本来もうこれで流します。これで流していく感じですね。はい、ちょっと早いんですけど、これで流します。もう、なぜかっていうと、早く促進できるパーマ液と、もう最初につけちゃってるので、巻いてる時間のうちにもかかってるんですね。前髪だけちょっと弱いんで、前髪はちょっと、しっかりかけていかないとなと思うんですけど。